ビクトル・イスラエル・ディアス・オチョアは、ドミニカ共和国サント・ドミンゴ出身の元プロ野球選手。中日時代の愛称は、チョビ。2000年の MLB ドラフトで、ロサンゼルス・ドジャースから37巡目で指名を受け、入団。2004年9月11日、ニューヨーク・メッツからメジャーデビュー。2005年、2006年もメジャー出場している。2007年は、テキサス・レンジャーズでプレーした。 2008年は、シアトルマリナーズとヒューストンアストロズ参加のマイナーチームに所属したが、メジャー昇格はできなかった。2008年12月1日にハンファイーグルスと契約したが、2009年シーズンは守備が安定せず、打撃も確実性を欠いて、高評価を得られず、投手不足のチーム事情からシーズン途中の7月8日に退団した。 同年7月中にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだがメジャーリーグには昇格しなかった。2010年は一時は台湾プロ野球のコーノーブルズと契約したが一転して独立リーグであるフロンティアリーグのロックフォード・リバーホークスに入団。その後メキシカンリーグのベラクルス・イーグルスに移籍。2011年も引き続きプレーした。2012年1月下旬。 NPB の中日ドラゴンズの入団テストを受けるため来日。前年まで中日の一軍ヘッドコーチだった森重和は自らが主導してドミニカ共和国出身の選手を多く獲得した実績があり、ディアスは森が対談する前にリストアップしていた選手だった。1月29日から2日間、さらに春季キャンプでもテストを行った結果、2月12日に 合格となり翌日契約を結んだ。長打力を買われての入団であったが、外国人枠の関係もあり2012年はわずか21試合の出場にとどまり、本類がはいと完全に期待外れの成績に終わった。しかし、この年在籍した中日の外国人選手が育成選手に転じた総昇君を除いて、全員退団したチーム事情や潜在能力を買っていた。 監督の高木森道の要望により、翌年も残留することになった。2013年は、オープン戦初戦で、本塁打を打ったが、その後は、これといった結果を残せず3月中旬に2軍落ちし、開幕直後の3月30日に、戦力外通告を受け対談した。2014年は、レイノサブロンコスでプレーした。ありがとうございます。